東京ヤクルトスワローズを応援しに行こう、楽しんでいただいておりますか。ありがとうございます。私は、MC の声優の松崎玲と申します。ここからの時間は初心者でも楽しめる神宮球場スワローズ観戦と題しまして、トークショーをお楽しみいただきたいと思います。それでは早速本日のスペシャルなゲストをお呼びいたします。磯野貴理子さんです。どうぞ。はい、どうもこんにちは、磯野貴理子です。いやー、こんなにたくさん。そうですよ、びっくりした、いっぱいいる。いやー、嬉しい。こんにちは、皆さん、ようこそ。いやー、スワローズのね、キャップやユニフォーム着てる方が、あらー、いや、私も買ってます、そのタオルで。こちらで売ってますからね、まだ持ってない方。あ、そうそう、あれ、あれ、買ってますか。ねえ、東急さんもね、はい、赤津駅があるおかげでね、いやもうなんこういうイベントがあって嬉しいわ。ありがたいです ね、 ねん、何かどうしたんですか。一応私も持ってますよっていうかキーホルダーも売ってますよ。あ、売ってるの今も。売ってます、売ってます。ぜひまだお持ちでない方、ね、そちらで買いますのでね、よろしくお願いいたします。はい、はい、はい、というわけで今日はよろしくお願いします。まさかお会いできるなんて。結婚おめでとう。お恥ずかしい。よかったね。さっきちらっと私もあのレイちゃんといつ会えるかなと思って、いや楽しみしてたんだけど、今日やっと会えましたよ。ヤクルトファンの人と。思わなかったです。ヤクルトファンの人は。いや、そうそうなんです。私も今度彼氏がもしできるんだったら絶対ヤクルトファンの人じゃないと。絶対楽しいですよ。ね、球場で誰かと出会わないかなと思って、せっせと一人で行ってるんだけども。ちなみにですか、今年こそ、はい、他球団の方だったらどうですか。いや、無理無理無理。わかります、わかります、絶対そうですよね。話が合わないわよ。そうですよね、殺伐としちゃうじゃない、家庭が、ね、たまにね、あの神宮でも隣同士でいるいるいますよね。私は知り合いでもいる。本当ですか、あれすごいですよね。いや、私も家でどんな感じなんだろうと思って無理って思っちゃうんです。無理無理ね。でもそういう方いらっしゃいますか。一緒にいたい。おー、すごい。殺伐となりませんか。なりますね。置いといてもね、仲がいいということだったらいけるということですね。はい、はい、じゃあ早速トークショーを始めていきたいと思うんですが、磯野さんは、うん、いつからヤクルトファンになられたんですか。そんなに長くないんですよ。ね、はい、2018年の9月5日の試合を見てからなんです。どうして見ることになったんですか。うん、これはね、きっかけ見たやつですよね、はい、私はもともとは村上春樹さんが好きで、はいはいはい、ヤクルトファンでしょ、ね、で村上春樹さんがヤクルトスワローズの紺に白地のキャップをかぶってる写真を見て、はい、わー、私も一緒にかぶったら、一緒にかぶったらお揃いになると思って、どこに行ってるか調べて、あの神宮球場の前に、あの前のショップを見つけて、はい、あそこで買ってスワローズのキャップをかぶってブラブラ歩いてたら、はい、ベイスターズファンに絡まれて、え、ほとんどヤクルトファンなのとかなんか言われて、もう私のことかなんかちょっと喋ってたら、すごい熱いトークをしてきて、うん、ベイスターズの、でなんかもうヤクルトファンの、あ、ヤクルトファンじゃない、間違えた、プロ野球ファンの心痛を見た気がして、はい、私もちゃんと気持ちを体験しに行かなきゃと思って、それで切符の買い方も自分で調べて、分かんないから、はい、で神宮球場の9番窓口に行きまして、はい、で買って、なかなか買えなかった2018年は。そうなんですよ、どんどん席が取れなくなって、そうそう、強かったもの、あの時、あ、ね、あの時だって CS にね残ったでしょ。そうですね、それでなんとか手に入れたのが9月5日の切符だったんです、2018年のどんな試合だったとか覚えてらっしゃいますか。もちろん覚えてますよ。で私仕事があって、はい、途中からだった、行ったらもう始まってて、特に5回ぐらいだったのかな、5回、はい、でパッと座ったらもうね5対0で負けてたの、ドラゴンズ戦ですよ、ドラゴンズにヤクルト負けてて、弱いじゃんヤクルトと思って、何ここ、この球団と思って、でまあしょうがないかと思って見てたら、はい、カーンってホームラン、青木選手がスリーラン打ったの、すごいと思って、一気に2点差ですもんね。そう、ひとまずボーッと見てたら、前みんなが、いや傘振ってましたけどね、はい、今度カーン、また雄平選手がツーラン、一気に逆転よ、ヤクルト強いと思って、何が強いのと思って、
つえー、やばとつえーと、もうすんごい嬉しくなっちゃって、はい、でみんなが傘振ってるのを見て慌てて売店に行って、はい、傘買って嬉しいですね、私も振って楽しいじゃんの傘が、もう楽しくて楽しくて、結局6対0で勝ったんですよ、はい、逆転勝ちで、で青木さんのヒーローインタビューも聞いて、とにかくいい思い出だったんです、第1回目が。その時はどのあたりの席で見られたんですか。多分ね、あれ内野席だったと思います。あ、うん、内野です、内野席で、はい、楽しかったんだ、傘も売れたしね。ここからもっと行きたいって思ったんですか。そう、もう楽しかったの、ほんと楽しくって、傘、私はもう傘の応援がすごいハマっちゃったんです、うん、すぐ買いに行ったから。まだその時はいつ傘振るタイミングかも分かんないんだけども、徐々に覚えていく楽しさもあったですね、うんうんうん、よかったですね、本当にその日勝っていや私もね今思うの、いやでもね今ならよ、負けたとしても好きね、ヤクルト。そういう方々が今ここにいらっしゃるんだと思いますね。ですよ、去年はほら最下位だったけれども大好きだもんね。なんだろうね、あのヤクルトの魅力って。やめられないんですよね。そうなの、いっぱい愚痴もボロボロ出てくるんですけども、もうさ、なんでなんですかね。すごく嫌だよ、負けたら嫌だったけど、それでもなんか好きな気持ちはやめられないものね。どんなにちょっとひどいとか言っちゃうのね、残念だ、ひどい試合でも、うん、一個のこう、いやこの守備が良かった、そうなの、あるだけで、あるもう今日実質勝ちみたいな気持ちあるじゃないですか。いやー、れいちゃんもさ見どころが絶対あるものね。そうなんですよね、分かるわ、何が起こるか分からないし、球場でしかやっぱ感じられないこともたくさん。負けてても帰っちゃダメね、ヤクルトの場合は絶対ダメですね。すごい逆転があるから、勝ってても余裕で、勝ってたら帰ったらダメです。ダメダメ、余裕こらちゃいだけにある、ね、もう私バレンティンと青木さんと山田選手が3者連続、はい、ありましたね。見てたら16連敗途中だったから、去年もう涙ボロボロ出てきて、それでも負けたもん、ね、そうなんですね。さあ連発でも勝てなかったですよね、ね、忘れられないですよね。もうびっくりしちゃう、ヤクルトだけはもう何あのチームと思っちゃうの。ほっとけないくないですか。はい、もうヤクルトはなんかほっとけないっていう、くすぐられるのよ、なんか奥を、うん、ずっと応援したくなりますよ、ね、いやもう絶対する、一生する。でキニコさん、さらにこうつば九郎先生大好き、つば九郎すっきり好き先生ね、そうだ、つば九郎先生大好きです。つば九郎先生どういうところがお好きですか。いやそれもみんなと一緒ですよ、可愛いしね。あ、これはつば九郎デカの、そうそう、イベントの時にね撮ってもらったやつ、可愛いもんね。これサングラスかけちゃって、ネクタイもしてるけど、やっぱ普段の可愛いもの、可愛いですね。可愛くないあの顔、言ってること可愛くないんですけどね。うん、可愛くない。なんかもうなんでそんなこと言うのよと思うけども、体型とね、うん、この顔の会社の帽子の感じとか全部が可愛い。本当に12球団1位の、1ももちろん間違いなく1位、あんな可愛い子いないわ。面白いし、面白い、面白い、何やっても面白い。腹とかもね、ふくらはぎがもう、つば九郎先生も、うん、もちろん大好きだと思うんですが、今回、はい、東急さんとのコラボということで、はい、ノルルンです。いや初めて見る、ノルルン。どうですか、可愛いじゃん。はじめまして。なんでそんな足組んでるの。おいでよ。え、ちょっと上がるのに、ちょっとノルルン安全確認がたくさん必要だから。そうですか、ね、だって後ろの人に見えないもの。上がっといてよ、ノルルン。ここにノルルンがいるんですよ。目も光るじゃん。目も光るんです。ノルルンすごい。電車ですからね。あ、そっか、はい、東急線です。見えてる、目が光ってる。東急豊子線の色合いでしょ。そうです、ブレーと赤い線でね、はい、で電車の形だからなるべく四角く、丸っこいけど四角して、あ、上のあれもついて。そうです、ノルルンよく見るとすごいね。ちゃんと作ってるじゃん。ノルルンですから、はい、こういう子だからね。登れないのかな。いかがですか、ノルルン、かわいいでしょ。かわいい、ノルルンかわいい。やっぱり写真より本物がいいね、ノルルンもね。おお、ゆっくりでいいよ、ゆっくりでいいよ。わあ、オッケー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 、みんなに顔向けて。いや、ノルルンです。
ね。いいね。あ、動きますね。あ、動く動く、すごいじゃん。ノルルすごいじゃん、ここ。めちゃめちゃ喜んでますね、ノルルも。ノルルも、ヤクルトは好きですか？今年のヤクルトどうかな、優勝できるかな、それは分からない。さっきまでのテンションがどこにいったんですか。今年は優勝だよ、ノルルン、間違いないんだよ。絶対今年のヤクルトは違うじゃない。いや、違いますよ、明らかに去年と違うもの。キリコさん、注目してる選手いらっしゃいますか。ヤクルト、はい、塩見。あ、やっぱり塩見選手、先ほど畠山コーチも塩見選手にはもう頑張ってもらいたい。塩見選手だってなんか着せると思わないですか。なんかキャラも面白いしね、うまね、面白すぎますよね。面白いわ、通常で聴けるはずない曲が。ファンファーレも面白いもん。かかるとか面白いです。あのファンファーレでそれまでが全部吹っ飛ぶから。わかります。いいね、あれ楽しみ。足も速いですしね。うん、あの足を生かしてどんどん攻撃に生かしてほしいですね。あとやっぱ奥川投手は見たいわね。いや、もう戸田もフィーバーですからね。ね、はい、一回は見たいわ。生で見られる日が来るでしょ、絶対。そうですよ、ね、キリコさん、キャンプとかは行かれるんですか。え、どうするの、みんなどうするの。今松山にいるんだっけね。今は自主トレで、ね、はい、行くんですか。浦沢も行ってみたいけども、いいや、宿が取れないかなと思って。行けますよ、今から。行ってさ、行って寝る場所がなかったらどうすんのかな。ありますよ。なんかそういうとこ不安になっちゃうの。あるでしょ。大丈夫です。え、だってなんか人がいっぱいだもん。大丈夫、私あの取れるかな。番組で結構急遽取材に行くこともあるんですが、うん、急遽取れます。本当に、はい、何その番組、急遽いいわ。あの、でも2人で一緒とかですけど、うん、ちょっと一緒とかですけど、意外と取れます、ね、試合が見たいのよ、とにかくもう早くね。ショップで見る練習とこの練習試合とかもいいですよ。そうでしょ、そういうの見たいのよ。練習試合だろうがもう絶対負けたくないものね。今がもう見たくてうずうずする時期ですよね。そう、もう飢えてる。選手たちのね、ターンとかプレーにね、早く見たい。本当にもうすっかりファンなんですね。うん、嬉しいですよね、これだけファンになっていただいて。つば九郎のブログでね、ゆうべはカレーだったんだなとか結構チェックされてますね。エビフライとカレー、昨日選手たち食べたね。そうだ、神宮球場に行って絶対食べるものとかありますか。あ、私ね、意外にもう集中して見ちゃう方なんだけども、最初に食べたのはやっぱりあのメガ盛りのウインナー、 あれは最初に食べました。いきますよね、ケチャップいっぱいかけて。うん、あれは美味しい。あと何が美味しい、あとね、あれを探してるんだけど、私あの知り合いの人が買ってくれた、はい、あのアボカドディップみたいにつけるナチョスみたいな、あれってどこに売ってるかが分かんないんですよ。どこに売ってますか。どの辺に売ってるのかな、あれ。え、何屋の B 支店の近く回っても、あ、今度行ってみるわ。あれね、忘れるの、あれね、菅野にノーノーされた時あったじゃない。あの時に落ち込んでる時に一緒に行った女性ファンの人がケイちゃん、ほらこれ食べなっつって、美味しいのよっつって、すごいそれでも長いヤクルトファンの人で、であれも全然打てないであれを食べてて、すごいお腹空いてたから美味しかったの。菅野にノーノーされたの嫌だったけども、お腹空いてたあれがすごい美味しくて、美味しいけど辛いっていう思い出の味なの。そうか、 B 指定の内野のあたり行ってみます、今度。あれ、それきり食べてないんですよ。ノーノー以来ですか。ノーノー以来。食べましょう、ね、またその日ノーノーになったらもう食べてみてください。なれる、もうなれる。今年のヤクルトそれはない。ない、絶対打つから大丈夫。ノーノーされない。されないですよ。ちなみに奥川君は何勝すると思いますか。私そういうのは分かんない。それ分かんないの。何勝がすごいのかが分かんないの。何勝がもう2桁だったらもうすごいでしょ。はい、石川投手が去年はい、いかなかったんですよ、ね、8勝ぐらい。はい、それでもすごかったじゃない。すごいです。2桁2桁、え、2桁いくと思う方。おお、すごい。え、じゃあ行くんじゃない、こんなに皆さんが行くと思ってるんだったら。すごい、行きますね。キリコさん信じてたら行きますよ、絶対。いやー、みんなもう
すごくいろんなヤプロタワーに聞くと A クラスは間違いないって言ってました。今年は絶対 A クラスは行くって、ね、だいぶポジティブなヤプロタワーみたいな。そうじゃないの。いや、そう信じたい気持ちはあります。大丈夫なヤクルト、イベントでこんなことを申し上げるのもなんで弱くなる理由がないじゃない。理由がない。勝つ強い、確かに強い。勝つ監督ですしね。そうよ、高津焼きがあるものを東急電鉄ですよね。グッズ売ってます。グッズ売ってるね。はい、グッズ売ってます。いや、私高津さんがきっかけなんですよ、ヤクルト好きになったら。嘘。はい、そうなの。はい、多分キリコさんも出たことあると思うんですけど、東京フレンドパークがきっかけなんですよ。あるある、出たことある。はい、優勝した時に選手の皆さんが出てたんですよ、うん、でそれを小6の時に見まして、小6から。はい、すごい。 V6 が好きだったのが推し変しまして。はい、あ、そう、選手の皆さんの笑顔が素敵と思って。私福岡なんですけど、うん、福岡ドームに行って、うん、ペペペペでしょ今。そうですね、もうペペドームになります。ペペドーム。はい、そこで見て、の徐々に試合のあのルールとかを現地で覚えながら、ね、だんだんね覚えながら、ね、はい、応援の仕方も覚えながら、そうそう、あれ徐々に覚えるのね。はい、応援歌もね覚えるね、自然と覚えちゃうね、はい、どんな応援歌が好きですか。うん、好きなのは山田哲人選手です、うんうん、やっぱり一番。あと村上選手もいい、ね、盛り上がりますね。いいね、まあ、あれね、青木さんのもいいけどね。わかります。でも一番最初に覚えたのはバレンティンなの。あれは一番最初に覚えた、覚えやすいじゃない。そうですね、もうインスタヤクルトの記事消したらしいんですよ。あ、聞きました。だから応援歌なんかもどうなっちゃうんですか。あれもあ、もう多分新しいのになるじゃないですか、ソフトバンクさんで。あ、もうじゃあのヤクルトのバレンティン応援歌はどうなっちゃうんだろう。私たちの心の中に、あ、心の中に置いとけばいいのね。はい、分かった分かった。そっかそっか、カズさん、またドリームゲームとかで帰ってくるかもしれないです。うん、すごい遠い未来。遠い未来。はい、にあるかもしれない。うん、はい、そうそう、さっきね、袖でね、そうだ、私たちお揃いのものつけてたんです。つば九郎もお家買っちゃったのよ。私も買っちゃったの。はい、私はね、これレイちゃんつけてる、これと迷ったの。ペンダントも買ったの。つばにいいですね。つばにいいね。私時計とどっちにしようかと思ったけども、やっぱり 実用性を取っちゃった、はい、こっちにしようと。全然さりげなくないですね。そうね、結構ちゃんとシルバーでしょこれ。もうこのつば九郎先生のポーズはよく球場で見ます、ね、見るやつね。皆さんもよかったら球場にもね、行ってる。神宮行ったことない人っているんですか、今日今いらっしゃる。行ったことない人、ヤクルトファン。すごい、みんなヤクルトファンじゃないですか。ヤクルトファンじゃない方、ね、ヤクルトファンじゃない方いらっしゃる。あ、そこのファンの方、どこのファンなんですか。セーブ。あ、セーブ。セーブはまあでもちょっと近いっちゃ近くないですか。そうですね、ではね、ヤクルトとちょっと近いよね。なんか色味も似てますね。うん、色味のなんか色味、色味似てますよね。ますよね。パリーグなんかじゃ、私も西武意外に好きです。わかります。ね、西武のライオンズ焼きが美味しいのよね。結構行ってますね。行ったことない球場どこですか。ああ、福岡はないです。あと日ハムのところはないです。遠いところはない。はい。去年だからあのなんでオープン戦、あ、違う違う違う、何戦って言うんだっけ、あの交流戦でジークに来なかったのはなるべく行こうと思って、はい、結構いろいろ、あ、楽天も行ってないや。めっちゃいいですよ楽天もね。遊園地がついてるでしょ。あの意外と、うん、あのちっちゃいんですけど、ちっちゃい車とかでも乗ってみると、そこから見る球場っていうのがなかなかない景色なので。ああ、そう、はい、そっから叫びました、ムーチョって。ムーチョ、ムーチョの打席だったんですよ。一回は行ってみて。すっごいいい球場です。でも一番神宮がいい、ね、そうなんですよね。これは何だろうね、神宮球場の良さね。いいわ、好きだな。あの初めてあの階段登ってパッと見た時、いいね、はい、また春はもう桜が、春もね、桜の花びらをこう感じながらっていうのもいいし、あと本当にツバメが飛ぶもんね、夕方飛んだらもうツバメが、あ、ツバメだと思って。いや、本当にいい球場です。花火とかね。でも今年あの東京ドーム主催試合があります。あれどうなるんでしょうね。ドラゴンズ対ヤクルト戦もドームでやるんでしょう、東京ドームで。ありますね。どういうバラ
ないですか。どんな感じなんだろうと思ってね。まあでもやってみなきゃ分かんないし、もうどうせやるっていうか決まってますからね、うん、私たちの応援でどうにでもなると思うんですよ試合は、うん、はい。いやなんかキリコさんにも、はい、あの優勝した時の2015年のバーネットのコールとかものすごかったんですよ。最後の抑えのバーネットが出てくる時のコールとか。何それ球場全体が何バーネットってバーネット投手っていうのがですね投手の相手投手の名前でものすごい守護神だったんですけど、守護神だったの、はい、もう球場全体でファンのみんなでもう今日